こんにちは。いつも元気なサムちゃんです。今日は可愛い鳥第3弾。これを書こうと思います。では、まず大きい方の鳥。ちょっと長い丸を描きます。で、ちっちゃい方の鳥。こんな感じで描きます。ちょっとちっちゃい方の鳥先に黄色く塗っときます。どうしてもにじむから塗っとく方がにじみにくいです。で、くちばし、への字を描いて、で、目、これも離すと可愛いです。あとはトサカを描いて、こっちはハートの反対で、こっちの可愛いひよこちゃんの方、こんな風に描いていきます。で、こっちもくちばし塗って、これあとトサカの赤を塗ります。くっと塗ると、で、ほっぺたくるくるっと塗ります。こっちもほっぺた塗ります。で、描けたので次は言葉描きます。楽しいこといっぱいの1年になりますように。これの描き方でちょっと漢字は大きめに書きます。ひらがなはちっちゃくしつけて書くとなんとなくいいかなと思います。のもちっちゃく、で、地面に、筆が柔らかいのでこうやって押さえたり軽く書いたりして書くとなりますように平成29年、筆を立てると細く書けます。29年、簡単につけばいいよね。で、あとはじゃあハンコ、消しゴムハンコ、この空間にプシッつきます。で、今回はちょっともう一色使って、白白白白白横横横ピピ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 ピ、ちょっとなんか木みたいになってしまう。じゃあこんな感じで描いてみてくださいね。今日もありがとうございました。